皆さんこんにちは。ワーネおばさんをプロデュースして、そしてなんと出演もいたします駒塚ゆいです。今度はなんと元女優の役です。この人がねもう大変で、もう一念発起してブロッサムズという、まあ、対の住処を作るんですけれども、それのすったもんだのお話でございますけれども、まあ難しいことも出てきますけれども、みんながなんかもうちょっと明るい気持ちでまだ生きられたらいいなって思って劇場を出てほしいなと思っております。ぜひぜひいらしてください。こんにちは、井上加奈子です。ワーニャおばさんに出演いたします。私は今回ジェシカ・ウィリアムズという大学教授の役をやります。ジェシカが何を研究しているのか、どうぞ劇場で確かめてみてください。お待ちしています。クリス・ワンダラー役の渡辺美沙です。1年ぶりの舞台なのでワクワクしてます。普段お会いできない役者さんたちと共演できてとっても楽しくやっています。好きな食べ物はジャガイモです。水野綾と申します。こんにちは。医者のアリシアという役をやります。自立している女です。マスクをしている理由は劇場の中でわかると思います。おいでお待ちしております。はじめまして、ソフィア・エレンバーグを演じます大石智子です。今回はなんと24歳の元気で素敵な大学生の役を演じます。ぜひ劇場で見にいらしてください。お待ちしてます。ワーニャおばさんに出演します水口千代です。今回私はサラチェーンという中国系アメリカ人を演じます。日本人以外を演じるのは初めてです。アメリカ人に見えるでしょうか。劇場にいらしてください。こんにちは、田岡美和子です。今回私がやるのは若い頃ウーマンリブに身を投じて今は路頭に迷っている79歳の老婆の役です。本格的なおばあさんをやるのは初めてなのですごく楽しみにしています。皆さんもどうか田岡美和子の老婆をお楽しみください。田中寛です。私の役は建築デザイナーのブライアン・リュウという役です。女の園になぜかずっといる不思議な役です。楽しんでおります。皆さんどうぞ劇場に足をお運びください。よろしくお願いします。こんにちは、山森慎太郎です。今回私は、デレック・ロドリゲスという銀行家を演じます。ワーニャおじさんを知ってる方も知らない方も楽しめる作品になっていると思います。ぜひ劇場に足をお運びください。よろしくお願いいたします。